続いてサーブをしていったのは、ゼッケンナンバー、こちらは41番鈴木ゆずる、島のレッシング。さあ島のレッシングのキャプテン鈴木ゆずるが今出走していた、現在ポイントランキングでは第13位、トップ、トータルタイムが21分20秒75となります。ちなみになんですが、まあ、昨年の、トップのタイムが西野の亮太選手でして、20分11秒83、20分11秒83、また清水宮高は第2位だったんですけれども、マークで暫定4位。そしてフィッツグルーンの黒川貴之、3周回完了してフィニッシュ、24分40秒85をマークで暫定9位となっている。しかし前トップはゼッケンナンバー14番キャノンデールチャンピオンシステムの岡淳、21分20秒75。ここでコントロールラインを通過していくのは島のレーシングの鈴木ゆずるキャプテン。1周回を完了時点でラップタイムは7分13秒95、7分13秒95となっている、暫定で6位になりますね。暫定6位です。そしてマックスレーシングウィズスタイタムの、川田優作も先ほど2周回完了してきましたね。トータルタイムは15分45秒55、15分45秒55をマーク。チーム右京のロペスが1周回を完了した時点でのラップタイム、那須ブラーゼン、若杉篤人、2周回完了時点でタイムは16分36秒52、16分36秒52です。ラップタイムは8分31秒09と若干ペースを落ちているようですね。そして稲雨下の山形、岩月信夫。さあ岩月なんですが、2周回完了時点でラップタイムが15分24秒、そしてラップタイムは7分42秒47秒22ですね、7分47秒22、これが岩月信夫の、ラップタイムです。さあこのコントロールラインを通過していきます。ジャンを鳴らされながら通過をしていきましたのはですね、ウラジミール・ロフェスチーム右京です。ラップタイムが7分9秒69、7分9秒69、そしてタイムは14分13秒19、2周回完了時点でのトータルタイムは14。そして島のレッシングの鈴木ゆずる、鈴木ゆずるはトータルタイムは21分47秒13、21分47秒13をマークして暫定6位。